この4つのサインを見逃すとうつ病になりますはい、こんにちはライフスキルティーチャーのミスターオカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはい今、コロナ禍で 緊急事態宣言も出てやりたいことができない行きたいところにも行けないコロナにかかってしまうんじゃないかコロナをうつしてしまうんじゃないかと心配になったり不安になったりいろんなことが恐怖になってストレスがかかりそしてうつ病になってしまうそんな人が増えていますうつ病これは本当になってはいけない病気です死にたくなる病気ではどうやったら うつ病を予防できるのでしょうかそれは心のサインを見逃さないことです心のサイン車であればね、ガソリンタンクが見えます今満タン今ちょっと減ったなあ、もう点滅してるそろそろガ,スガソリンスタンドに行かないとってわかるんですこれ以上走ったら車が止まってしまうわかりますでも心の場合はどうでしょうエネルギーわかんないんですよ 分からないからこそ自分自身がそろそろまずいなって気づくことが大切です。ということで今日のテーマは「心の限界を教えてくれる」。 4つの心の心サインを紹介しますこの動画を最後まで見ていただけたらうつ病に悩まされることなく毎日を楽しく過ごせるようになるので最後までご視聴ください、えー、このチャンネルではあなたがあなたらしく生きるための行動習慣考え方そして生き方を全力で出し惜しみなく紹介しています、えー、よかったらチャンネル登録ボタンをポチッて押してもらえたら嬉しいですあとあのブログ ラジオでも毎日本音できるための技術を配信してますので概要欄からご覧くださいはいということで今日は心の限界を教えてくれる四つのサインこれがテーマですはい一つ目眠れない二つ目食欲の変化三つ目忘れっぽくなる四つ目何もやりたくない一つ目 眠れないこれはうつ病の方の80%以上の方に見られると言われています睡眠障害ですねえ3つのパターンがありますまず1つは、まあ、単純に布団に入って眠れないということですこれ目安としては大体30分以上眠れないということとそれが週に3日ぐらい続けばこれは1つの睡眠障害じゃないかなっていうふうに言われています、えー、でもう1つは眠れるんだけど寝つきが浅い 朝起きたときに、なんかまだぼーっとしているっていう状態。 で3つ目これは、えー、早く起きてしまう4時とか3時とかにパッて起きてしまうっていう状態早朝覚醒ですねでこれなぜ眠れないのかとかなぜ早く起きてしまうのかっていうのはやっぱり自分自分身が緊張状態にあるからなんですよ。交感神経が優位な状態にある、えー、これをやらないとどうなるんだろう、えー、この仕事をやらないとノルマをこなさないととかね、えー、コロナうしてしまわないかとかこれからどうなるんだろうっていう漠然とした不安とかねそういうことを考えて考えて 堂々巡りしていると緊張状態になって交感神経系が優位になるんです交換神経が優位になるということはリラックスする副交感神経が、えー、下がっていくんですねでリラックスしないと副交感神経が優位にならないと眠れないのでだから睡眠障害は起きるというふうに言われてます、はいえー、2つ目食欲の変化これは2つのパターンがあってまず1つは 甘いものが無償に食べたくなる、食べても食べても満たされないっていう過食傾向。 これが1つ目。で、2つ目は、えー、何を食べても味がしないとか、そもそも食べたくないって食欲がない状態です。えー、僕がうつ病になったときっていうのは、もう大好きだったお寿司でさえ、もう行きたくないってなってました。もう週2回ぐらいね、スシローとかくら寿司とかをこう、ま、回り、ま、回り回って、えー、巡り巡って行ってたんですけど、もうそのうつ状態になったときっていうのは、もう寿司さえも食べたくないっていう状態、もうずっとバナナ食べてましたね。はい あなたのカロリーメイトみたいなプロテインバーですよねあのソイジョイって言われるやつをパクパク食べてました、はいえー、3つ目忘れっぽくなるです、えー、人の名前を忘れたり今日やるタスクを忘れてしまったりするということでもう一つあるのはえー、っとね、えー、なんか頭がボーっとしてしまって普段やらないようなミスをやってしまう同じミスを何度も繰り返すこれもうつの傾向が あります、はい、え僕もこれめちゃくちゃあってなんやろうその。 今えー、いつもはそのやるべきことっていうのを手帳にねトゥードリストで書いていたんですけどちょっとうつ状態になったときっていうのは書くことさえ忘れてしまったり書き忘れがあったり書いたことをやれなかったりしたとで同じミスを何度も繰り返しても上司に怒られるじゃあ怒られないようにしなきゃってまた不安になって交感神経が優位になって眠れない眠れないから朝力が出ずにぼーっとするっていう本当に悪循環負のスパイラルに入っていたと思います、はい、そして4つ目 4つ目は、えー、何もやりたくないということです、えー、僕はもう当時はね。趣味でダンスをやってたんですけど、もう仕事終わったらダンスをやる気力さえなかった。休みの日にクラブとかディスコとかを行く元気がなかったんですよね。だからもうずっと家でぼーっとしてました。 だから今まで楽しかったことが楽しめなくなる趣味とかやろカフェとかカフェに行くとかね、えー、食事が楽しめないとかこれも一つうつ病の危険性がありますでもう一つは何やろう<ー>、えー、休みの日は元気というパターンですねやりたいことをやっている時は元気になるんだけど仕事の時だけうつになるという状態これもうつの可能性があります、はいえー、なので、えー、気をつけてくださいということです、えー、4つのサイン心の限界を教えてくれる4つのサイン とということでまず1つは眠れないですよねえ布団に入っても30分以上眠れないそれが週3日ぐらいあるとか、ね、途中で起きてしまうとかいう状態これは気をつけてください2つ目え食欲の変化食べ過ぎてしまうとか、えー、あとは食欲がないんだ今まで美味しかったものが美味しくないっていう感じ 3つ目は忘れっぽくなる。同じことを何度も繰り返していたり、頭でも考えられなくなる。もう思考が停止している状態ですね。ずっとぼーっとしている状態になる。4、はい、つ目は何もやりたくない。これ何もやりたくない。今まで楽しかったことが楽しめない。仕事も行きたくない。そして友達とも会いたくない。そして生きていても仕方がない。死んでいたい。死にたい。 という気持ちこの死にたいという気持ちが出てしまったらもう本当にうつ病になってしまう可能性がでかいのででかいので早め早めに対処することが大事ですこの四つのサインどうでしょう皆さん一つでも当てはまることありましたでしょうかもし一つでも当てはまることがあればその状態がね一、まあ、週間二、まあ、週間この状態が続いていたらうつ病の可能性がありますうつ病になってしまう可能性が ありますのでえまずは休んでくださいやらなければならないこととか、えー、やるべきだと思ってることからちょっと離れる、えー、おか誰かに仕事を頼むとか家事を任せるとかして休むということこの休むということが非常に大事ですでもう一つは専門医に相談するです。あの車もガソリンがなくなったら自分でガソリン作ることはできませんガソリンスタンドにてエネルギーを補給するそれと同じで心のエネルギータンクがなくなったら自分一人では解決で できなない状態にっっててししままるかもしれませんその時は専門医に相談するのが難しかったら安心できる人に今の自分の状態を話してください。何を言っても受け止めてくれるそういう人家族でもいい友達でもいい先輩でもいい上司でもいい誰でもいいです今のこの苦しいという状態を話してくださいそうすれば少し楽になると思いますで楽になると楽になったら、えー、もしよかったらこの状態がまだ続いていけば 専門家に相談する専門医に相談するメンタルクリニックでもいいし普段行っているクリニックさんかかりつけの病院でも OK ですそこに行って、えー、ちょっと見てもらうということも必要なのかなと思いますはいえー、とねどうしてもね僕自身は本当に、えー、心の限界に気づかなかったうん、うん、きいや気づいていたんだけど気づいていたんだけど休めなかったし なんだろうその専門医に相談するってことはできなかったんです最後の最後までだからこうッと悪化してしまって本当にエネルギーが空っぽになりました <laughs> はいもう本当にもうそこからねだいたい1年ぐらいぼーっとした状態が続いて自分の力が発揮できない発揮できないから怒られるでますます眠れないっていうもう本当の負のスパイラルになったんでこの4つのサインをしっかり見つけて見つけてくださいで で、でまずは休んでください。それをあのお伝えできたら本当に嬉しいなと思って今日は動画を撮りましたはいということで、えー、少しでもためになった勉強になったおかっちがんばれそしてマックスくんがんばれという方はいいねボタン高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです、えー、普段このチャンネルではあなたがあなたらしく生きるためのライフスキルを紹介しています、えー、興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッて押してもらえたら嬉しいです and また会いましょう。see you。